続けてまいりましょう。ジュリケンファイル294、駅弁人気。デパートなどで行われている日本各地の名物の駅弁を集めた駅弁大会がすごい人気を集めています。広島のかき飯や北海道のカニ飯、峠の釜飯など人気のお弁当は長い行列ができるそうです。でも根強い人気なのが幕の内弁当。お魚やとんかつ、天ぷら、煮物などおかずが盛りだくさんで本当に食欲をそそります。ジュリーさんとケンさん、幕の内弁当のおかずには何がお好きでしょうか、という駅弁ですね。駅弁ね、最近あんまり食べる機会ないですよね。あ、そうですか、うん、地方ロケとかに行くときも電車では行かないですかね。この前 2、3日前に行った鹿児島では駅弁ちょっと食いましたけどね。鹿児島だと何でしょうね、黒豚の煮付けが美味しかったですね。あ、豚骨、豚骨、豚骨弁当だ。へえ、そんなのあるんですか。味方がすごい味が良くて美味しかった、うん、へえ。味噌味ですよね、多分。そうですね、味噌煮込みみたいな。そうか、黒豚だ。黒豚ですね。僕好きなの、横浜に住んでるんですけどね、崎陽軒の、シューマイ弁当。シューマイ弁当ね、これはね、もう飯なんかビッチャーってもうきっちり入ってる。その代わり隅々まで食べた時の達成感神奈川県民でやる時はまず昼の弁当はそのシューマイ弁当ですよ。あ、楽屋弁当は、ええ、あともうどこ行ってもなんだろう、弁当屋さんが多いから。そうですよね。もうそりゃもう地方行けばぐわーっていう弁当が、これいくらぐらいするんだろうねって、550円ですみたいな。結構お安いんですよね。安いですよ、もっと安いとこ行ったら。そうなんだな。昔は今みたいには何、あの街中でさ、ほか弁とかって売ってなかったじゃないですか、コンビニでも。あ、そんなに。そうですね。だから結構たまにこう駅弁行く時、おー駅弁だよと思ったりするのが良かったんだけど、幕の内弁当自体がそんな食べるもんじゃないものね。ですよね。そうか、そうですよね。運動会とか、うん、そうですね、会社がこう用意してくれた弁当が2段重ねて、うん、上はご飯だけとか、うん、はいはいはい、そういうで、ちゃんとご飯があの押し型みたいな型に入ってるわけ、うん、そうそうそう、取りやすいように、うんうんうん、ちょっとごまかかっててね、そう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 、で赤い小梅かなんか入ってるでしょ、うん、だから京都駅の横にね、あるね、萩野屋かな、有名の駅弁屋さんがあるんですよ、うん、そこのご飯はうまい、普通の幕の内、だから塩サバかなんかがかサワラかなんかが、魚焼き魚がちょっと入ってて、であとスレンコンが入ってて、あと里芋の煮たのが時々入ってるね。里芋ね、あんま色がつけてない、それとあと なぜかエビフライかカツだね。エビフライ、ちっちゃなエビフライか一口カツみたいな。お弁当ってなぜかエビフライ入ってるじゃないですか。え、なんか不満ですか、いらないですか。なんかね、俺個人的に言うと、あの全員集合とか10年がやってるとずっと弁当が来るんじゃないですか、はいはい、でもそれがもう嫌だったのね。僕らたまにしか行かないから、ええ、全員集合の弁当はいいわと思ってえ、10年間でも同じお弁当だったわけじゃないんですよね。どんどん変えてくるの。蔦屋の弁当、蔦屋はいいですよ。好きよ、あの分厚い海苔弁海苔弁ね、和菓子で切ろうと思っても切れないよね。分厚い海苔がかかって、その下におかか醤油で、あ、うん、いいじゃないですか。そうそう、すごい美味しいね。美味しいのよ、うん、あと中華系のね、あのカシューナッツとイカの炒めたあのありますね、ありますね、あれはいいね。それは澤田さんとね、万が一ね、その月に1回のゲストで土曜日だけでしょ。そうそうそう、僕らはね、木金だとそうなんだ、木金とずー週日がそれずーっと続くから。そうか、そうですね、考えてみればね。なので途中でもう嫌になっちゃって、うん、木曜日のリハーサルだけは頼むから弁当じゃなくして、うん、あの長寿屋にしてとかね、あ、1人800円まででそばにしてとかってやったもんだもん。だからもう四角いものを見るのは嫌なのよ。どんなに美味しいものがあっ てもね、あの四角入ってるのもなかった。そうそうそう、だからもうコンサートずっと回ってると、そんなにずっと毎日っていうわけじゃないけど、もうまあ40本ぐらいやったら毎日弁当なわけだそうですよね。長崎行った時なんか皿うどんかちゃんぽんにしてって言ったもんねそれ頼んだらそこがまたね、外れたのよ。外れた。これやったら弁当にしときゃよかったっあ、弁当でもちょっとしたあったかい味噌汁とかね、カップラーメンでも付き合いのよ。 あったかくないっていうのが一番 ね、まず嫌ですよね。あの楽屋とかそういう時に、ミニラーメンとか、そういうのは嬉しいね。欲しいですよね、あれ、本当、手頃な。
あ、そういうもんなんですね。昔で言えばあのケンチャラメのサイズね。あ、ケンチャラメ懐かしい。サイズがちょうどいいんだよ。ちび赤いキツネ、青いタヌキ、そういうのが、そういうのが欲しい。たまにしかお弁当食べないからすごい嬉しいんですけどね、そのエビフライとかでもね。あれ駅弁ってまたあのこういう例えばスタジオで食うのとね、うん、駅弁ってこう乗りながら景色見ながら食うとね、少しはまた美味しく感じるんですよね。いや、 やっぱりね、あれ窓が開くね、列車じゃないとダメだね。ですよね。もう新幹線はね、見てられないもの、トンネルばっかりだからたまにフワーフワーってあるし、対向車が来るとギャーってあるしな、うるさいしな、あれガラスじゃないんだね。対向車が来たら内側に膨らむよ。すごいですよ、あれ。そんなこと見てんですか。だってこうやって言ったら、お、来たと思うもん。内側に膨らむ、あ、なる、こっちに来たら圧力、圧力ってそんなん全然行き過ぎたら、もっと戻るもん。窓がですか。そうですよ。だって知らない。200何キロとか走ってるんですよ。すごいでしょ、あれ。しかももっと怖いの、トンネルの中ですれ違ったけど、すごい怖いよ、あれ。全然わかんない、そんなの、トンネルの中ですれ違ったけど、すごいの、なんか。へぇー。ブーンってのが。でも、動いてるとやっぱりお弁当も美味しく感じるのかな。釜飯どこだっけの、もうなくなっちゃったけど、あの釜飯あったじゃないですか。え、横川。横川飯。あれは嬉しかったな。長野新幹線ができちゃって、そうなんですね、在来線しか止まらなくなっちゃったね。ですよね。地元の人しかあそこで止まらないから。よっぽど鈍行が好きな人は行くのかもしれない。あれやっぱいいですよね。あれ釜は使わないのに持って帰るんだ。持って帰るんですよね。あと、だるま弁当のだるまも使わないのに持って帰りますよね。よ結局邪魔なんだけど。そう、貯金箱にもしないのに持って帰りますよね。あと、なんだろうな昔な、旅で、あのそれ、神宮行ってる時に、あの、イカ屋さんが朝かなんかで、俺弁当はいいや、つって、あげたんだよね、高井さんに。高井さん食うから、高井さんは食ってたんだよ、こうやって。うん、したら、おー、ありがとうってもらったんだけど、イカラさんが何かって、あ、エビだけくれってエビ取ったんだよ。もともってイカラさんがあげた弁当だよ。うん、そういうこと高井さんが怒っちゃってね。あらら。なんで俺のエビだけだってんだよ。言ってることもわかんない。怒っちゃって、なんで俺のエビの大好きなのに。取っちゃうんだと。あの弁当のエビ店大好きなのよ、高井さんは。あー、そのメインを取っちゃったもんだから、ものすごく怒ったんだよ。で、元はっちゃ俺があげたんじゃないか。もらったんだから俺のもんだって、本当に言ってて。エビ事件あったんですよ。エビ事件。好きなもの最初に食べちゃいますか、残しときますか。これは残すだ。さらに残す。残すだよ。一番最後まで。うん、鮭弁なんか好きだと鮭半分ずつ食ってるな俺な。ちょうどいいバランスに合わるように食うね、多分。そうそうそう。大体そうですよね。僕サバの焼いたが好きだな。ああ、サバもいいですね。塩サバ。じゃあ焼き魚があればいい。焼き魚とかなんか、あとあのマヨネーズなんか、これビニール入ってるじゃない。はんはんはん、うん、あれちぎる時必ず指でつくのが嫌なのよ俺。折れるね、あれは確かに。私はかまぼこは別にいらないって思ってるんですよね。かまぼこ、うん、かまぼこ、うん、さっき沢田さんは箸休めだよあれは。あとご飯にあの黒昆布かなんか乗ってると結構助かったりする。いいす、ね、助かったりする。梅干しはもうお決まりですよ。ねえ、梅干しは。梅干しは、コウメちゃんいいですか。コウメちゃんダメな方も多いですよね。あの赤くなって残るのがね。もうコウメだったら普通の大きい俺梅干しの方が好きかな。あ、できれば。できれば。うん。たまにのんびりこう駅弁でも食って旅行したいですね。そういうのあったらいいですよね。ね、トコトコ電車でね、各駅停車で。ギーター開けて、そうそう、すいません。あのお茶のこういうあのパックになったじゃないですか、昔こういう、うん、ああ、ありましたね、はいはい、うちちょ、まあ、なかなか出ないやつもお茶だな、うんうん、あれも匂いがダメだったんだ俺。そう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 、あのなんかビニール臭い匂いがダメだったの。あれ今あるんですかね、もうないのかしら。今はって缶とかのが多いんじゃない。俺ちっちゃい頃あれ家で持って帰って、うちであれに水汲んで飲んでました。なんか なんかすんだけど、ひもじい子供だねそれ。なんだかね。一曲お送りします。沢田研二さん、際どい季節。